はい、どうもミスティです。今日がね、7月の29日火曜日です。で、皆さん知ってると思いますが、7月31日20時から、放置少女の公式生放送がありますと。夏の新服装&イベント情報解禁と。で、出演者がえなこさん、石飛びさん、てけてけさん、石見さんで MC 青木さんとなっております。まあ、放置少女プレイヤーさんはね、皆さん見てると思います。で、7月31日、日曜日ですね。ここで出てくる夏の新服装、これに皆さん期待しておきましょう。大抵ね、生放送があった後の、新しい副将さんは基本壊れ的な強さを持ったキャラクターだと思われます。なのでね、皆さん拳法あまり使わず取っとくようにしときましょう。まあ今ちょっと拳法少ない人でもね、8月1日には願い返しが来ると思いますので、そこでね、拳法を増やして新しい副将を取れるように、まあ、期待しておきましょう。はい、こちらのサバは、103,114拳法ありますね。強い副将が来たらこのサバでも取りたいと思います。ではね、もう一つのサバを向いていきましょう。はい、ここはメインサバですね。118,451。あ、大丈夫。で、アイテムの水引きが、絆の水引きが68。ちょっと少なめですが、まあ11万あったら大丈夫でしょう。まあなんせね、こっちね、俵のトータちゃん、まだまだ育成不十分なんで、まあこっちの育成もしながら、新しい副将がね、どんな副将かなのかちょっと楽しみですが、取っていきたいと思います。取れたらね、よし。じゃあラスト検証の方のサバいきたいと思います。はい、ということでね、今現在、92,097元宝です。あー、もう終わってましたね。ラキスタに、ラキスタでしたっけ、前のキャラクターで、上杉謙信がいたんでね、ちょっとそこでいくらか使いましたが、まあ9万元宝残ってると。で、新しい MR ですね。多分 MR 副将だと思うんですが、絆の水引き102個ありますね。うん、大丈夫、取れる。まあ水引きがない人はね、まあ、10万元宝ぐらいは、余裕を持っておいた方がいいんじゃないかなと思います。そろそろね、副賞も欲しいんで、戦役84ステージで止まっております。さすがにね、これ以上レベル差だったり開けられると、追いつかなくなってしまうので、まあもうそろそろ副賞は取りたいなという感じです。闘技場もね、このまま、300前後を行ったり来たりしているところです。まあその新しい副将がね、どれぐらい強いのか皆さん期待して待っておきましょう。まあ今日はそんなお知らせだけです。ほんとね、取るものがないんですよね。
検証といっても、まあ、時間をかけて検証するようなことしかしてないので、テケテケさんのようにね、新しく出たキャラクターの分析だったりっていうのをしていけばね、皆さん見てくれるかもしれないんですけど、まあそういうのはテケテケさんや、他の YouTuber さんにお任せします。私はねのんびりするので、皆さんものんびり見てくれたらありがたいなと思っております。ということで、7月31日生放送、皆さん楽しみにしときましょう。新しい副賞、新イベント、イベント情報など多分盛りだくさんでね、でプレゼント情報もあると思いますので、参加できる方は皆さん参加しておきましょう。では今回これぐらいで終わります。本当にお知らせだけでしたね。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドよろしくお願いします。何かあればね、コメントの方に書いていただければ、返信等をさせていただきますので、そちらの方もよろしくお願いします。それではまた。